テスの大空か。ねえノクト、メテオと一緒に写真撮りたくない？いいかもな。ああ、行こう行こう。気分転換にはなるな。この辺で撮ろうぜ。いいね、ここで撮るよ。はい、撮ります。これは撮っておきたい写真だな。このトンネル、すごい綺麗。どんな街なんだろうな。おお。え、この街でかいな。久々の都会って感じだな。あ、ケーブルカー。あれはどこまで行くんだろうな。暑いな、さっきから。どっか入れば涼しいだろう。今日はちょっといいとこに泊まれそうかな。そうだな、ここならホテルもありそうだな。行くぞ。カップヌードルか。外でも買えんだな。食材が切れた時の非常用に。結構人がいる。ここが町の大通りになるのか。イースはリーウェイホテルに泊まってるそうだ。最近地震多いけど、これは癖になる
地震ってやつか。どうした？なんか頭痛い。と思ったけど。大丈夫？平気。治った。みんな生きてる。足あるね。あるある。元気そうだね。おかげさまで。ねえ、泊まるならここでしょ。ああ、そうだ。時間取れ。いろいろ聞きたい。うん。よく無事だったな、ジャレット。タルコとも。ノクティス様、イリスは俺が守ってます。申し訳ありません。孫のしつけがなっておりませんで。ええよ。ありがたいお言葉でございます。では、そろそろ失礼を。ノクティ様、おやすみなさい。イリス、オート、どんな感じだった？お城とその近くがすごくやられちゃって。大丈夫だったとこも多いと思うんだけど。目的はやはり限定的だったのか。ね、なんかあったらどんどん言ってね。ああ、ありがとな。なんだ？あのね、ルナフレーナ様、この町にいらしてたって噂があって。でもすぐに町を出たって、無事でよかったじゃん。わかった。ありがとう。じゃあ、ゆっくり休んでね。あいつらはみんなタルコットと散歩行っちゃったよ。街見てくるって。あ、ねえ、私たちも行こう。あ、分かった。よし、案内するね。お待ちになった甲斐がありましたな。ではお気をつけて。一番最初は市場かな。ついてきて。夜になるとすっごく素敵なんだよ。ここパーテラ市場って言って何でも売ってんの。楽しくなんない？いろんなの買いたくなっちゃう。お前が好きそうな店あるもんな。ああ、わかる？うわあ、このお店、なんかいいの揃ってるっぽい。ちょっと見てていい？待ってて。お待たせ。じゃあ次はね、工場。あれが工場でね、ここの電気を作ってるんだけど、
すごいんだよ。働いてる人みんな女の人。ここでは女性がどんな仕事でもするんだって。興味ありまくりだな。ちょっとやってみたいって思ってんだろ。わかる？かっこいいじゃん。でもやっぱりオートと違うね。びっくり。じゃあ次は展望公園にしよう。オートとは違うけど、こんな家もいいよね。うん。ここの飲み物、全部いいんだよね。そうなんだ。こんな車乗ってみたいな。だな。着いたよ、ここペゴラ展望公園っていうの。ほらあれ、メテオが見えるんだ。ノクト、なんかこれ内緒のデートっぽいね。としたら俺が兄貴に殴られる。変なこと言えない。それにノクトにはルナフレーナ様がいるしね。もうみんな戻ってるかな。そろそろホテルに帰ろっか。カーテスの大皿って本当に燃えているんだな。しかず気持ちいい。うん。みんないるかな。こんなの子供の時以来だね。ありがとう、楽しかった。俺もありがとな、楽しかった。ううん。喜んでくれて嬉しい。あのね、市場で買ってたの、ノクトのだから。でもまだ内緒、楽しみにしてて。おかえり。じゃあタルコと町で聞いたって話。わかった。これそんな口よ。ああ大丈夫、俺一般市民ですんで。ノクティス様、伝説の剣がこの近くの滝の中にあるんだそうです。場所の分かっていない墓所の一つかもしれない。行ってみねえか。行こう。どうもなタルコット。ケン、見つからなかったらごめんなさい。